見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。緊急事態宣言が明けた今も、大人数の会合を控える風潮が続いています。職場の人たちと食事に行く機会がなくなり、実はほっとしているという人もいるのではないでしょうか。職場の同僚というある程度近い間柄であっても、長時間一緒に食事したり飲んだりすると、帰り道はぐったりと疲れてしまうこのような傾向が強い人には、もしかすると、隠れ内向という心の特徴があるかもしれません。心理学博士 MP 人間研究所代表榎本博明、本記事は、何でもないことで心が疲れる人のための本、から抜粋、再編集したものです。黒丸楽しい場であるはずなのに、早く帰りたい、と思ってしまう同じ部署に新しい社員が入ったので、みんなでランチに行くことに。本来、それほど気の張らない、楽しい場であるはずなのに、この話題で本当に大丈夫だろうか、今の私の発言、新人さんを傷つけてしまったのでは、この人といてもつまらない、頼りない先輩だな、と思われていないだろうか、と食事の魔獣、そんな葛藤が心の中で渦巻き、修飾を使っている。そして、ランチタイムが終わるとぐったり疲れている、甘つさえ、帰り道や寝る前までその時の自分の発言を思い出し、私の発言はやっぱりまずかった、新人さんはどう思っただろう、と自己嫌悪に陥る。そんな経験はないでしょうか。このような心の疲れは、もしかすると、隠れ内向が影響しているかもしれません。黒丸一見内向型には見えない、隠れ内向の人が増えている口数が少ないわけではなく、人付き合いも良く、おとなしい人間ではない。一見全く内向型のようには見えないのに、実は心の中に強い内向性を備えているという、隠れ内向の人が今増えています。ユングが唱えた外向型、内向型のタイプ論は、よくご存知の方も多いでしょう。外向型は、心のエネルギーが外側に向かうタイプ。他人や世間への関心が強く、迎合的で気さく、どんな状況にも素早く適応し、くよくよすることがないもののやや軽はずみな傾向を持ちます。これに対して、内向型は、心のエネルギーが内側に向かうタイプ。自分自身に対する関心が強く、ためらいがちで内省的、引っ込み思案でなかなか心を開かない、絶えず受け身の姿勢で用心深く周囲を観察していることが多く、社会適応に時間がかかるのが特徴です。これらの成功は遺伝的に決まっている部分が大きいそうですが、中には、本当は引っ込み思案な内向型人間であるにもかかわらず、子供の頃から空気を読んで他人に対して感じよく振る舞おうと気を使い、あたかも外向型であるかのように積極的に周囲と関わろうと頑張る子が存在します。こうした人たちのことを、隠れ内向、と呼びたいと思います。内向型には、人のことを全く気にせずマイペースで自分の世界に没入し、周囲に合わせず我が道を行くタイプもいます。ですが、これら、隠れ内向の人は、そんな風にマイペースを貫くことができません。そのため学生時代も、社会に出てからも、できるだけ周囲に溶け込もうと気を使い、頑張り続けるそうです。内向型の中でも有能でモチベーションの高い人ほど、このような傾向になりやすいと言います。